兄貴の、ジムで SRF ボクシングジム、僕はここのちゃんとトレーナーライセンスっていうのをもらって SRF ジムのトレーナーをしてます。ただ今ね仕事がすごい忙しくてジムに来れてないんだけど、まあ、来れてないからね気が引けちゃうとこはあるんだけど、試合の時は時間を作ってここだけホールに行くんです。ただ、ね、普段練習さちゃんと見れてないのに行くのもなーって思うんだけど、兄貴が「お前来てくれ」って言ってくれるんで来ております。よろしくお願いします。この人が、坂本宏行、最高の男です。親父ファイターがいっぱいいるんですよ、この SRS は。親父ファイターがすごい盛り上がってます。まあじゃあ行ってみましょう。まずですね、おー、お疲れ様です。兄貴、はい、おはようございます。SRS ボクシングジムの会長の坂本宏行です。ね、川崎たつき、ね、たつきもね、このジムでトレーナーをやってます。チェアフィスとかもね、セコンドとかついてね、日本プロボクシング協会に加盟しているジムなんで、ね、この川崎たつきもうちのジムのトレーナーです。はい、2022年、ね、このライセンスカードをずっとね、たつきに渡そうって言っても忘れてたんだよね。パフェ最近あってたぜ、パフェ、ね、ようやく渡したんですね。今日渡します。はい、今年会うのが初めてじゃないんだけども、渡すの忘れて今日になりました。なりました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあしっかりと、はい、それなら頑張って頑張ります。はい、じゃあお待ち。もう一回上がってますね。ほら、ちょっと熱気がない。ちょっと急に痛くない。ふふふふ。一般会さんとかにもこうやってタツキを持ってね、エンジョイボクシング一緒に楽しんでるよね。こういうのは大事、パワーの経営、エネルギーのね、パワーチャージしてる、こうやって会員さんと。はい、じゃあ。
ボディ打つ時のあのワンツーとバーンと上手が戻るから、はい、急所で出ないと長いから、はい、ワンツーワンツーツーファイナイスワンツーツーセント、これが僕の人、はい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 、中島よしかねさん、SRS ジムのマネージャーです。ここにもね、ほら、載ってるように日本スーパーバンタム級の、日本チャンピオン、あの本当にあのすごい男なんですよ。しかも実を言うと、足立区出身です。足立区の、入山南中学校です。よしかね君、入山南中学校南沙織が出た中学校。全然違う。出てないの。あれ、南沙織さん知ってる？イリア南沙織さん。イリア南沙織さん。はい。イリア南。ごめん。変わらないね。変わらないね。失礼しました。でも本当足立区出身の南南区の中島よしかねさんです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ほらあの時間が経てば全て離れそうさ。